では続いてバランストレーニングを行っていきます。バランストレーニングを行うことによってバランス能力の機能回復や重心移動を取り戻すという機能回復につながっていきます。ぜひ皆さんも行ってみてください。それでは両手を前に出していきます。足の幅は腰幅のままで構いません。腕の高さは床と平行です。そのまままずは見ていていただきたいのですが、前に体を倒していきます。そしてゆっくりと戻していくという形になっていきますので、皆さんも一緒にお願いいたします。それでは前に手を出しましょう。4つカウントを数えますので前に移動してみてください。では行きましょう。せーの、一旦ここでキープします。そして戻します。後ろも少し後ろ気味に倒れる、背もたれにはもたれないでください。もう一度前に、腕は床と平行を保っているでしょうか。戻ります。一度手を下ろします。前と後ろに重心をかけることによってご自分の上半身の重心移動を確認していきます。さらに下半身の重心移動という意味を込めますと、前に倒れた時はつま先に重心がかかっていくようにかかとを少し上げていきます。そして後ろに戻した時はつま先が少し上がっていくという形、ここを意識してさらにあと2往復行っていきましょう。それでは両手を前にいきます。せーの、前、つま先体重かかとが上がっております。戻りましょう。かかと体重つま先が上がっている状態、もう一度前、かかとからつま先に重心が移動していく様を確認です。もう一度後ろ、はい、結構です。ゆっくりと戻っていきましょう。続いては左右、右と左の重心の確認です。足の幅は少し広めにとっておきましょう。椅子の位置も足が広げやすい位置に変えていただいて構いません。ただし注意していただきたいのは、膝のまっすぐ下にかかとが来ているということですね。中に入りすぎないこと、伸ばしすぎないことを意識してください、はい、同じように両手は広げます。まずは見ててください。右側に体を移動させます。そして戻ってきます。左側に移動させる、戻るという動作を行っていきます。この時の腕の高さですが、移動した時に飛行機のようにぶれないこと、体を C の字を作るというイメージを持っていただければいいかなと思います。それでは準備しましょう。横に、息は止めないように吐きながら移動します。4つカウント数えます。せーの、キープです。戻りましょう。左方向です。キープ、戻ります。一度手を下ろしましょう。連続で行うと肩に力が入りすぎて肩こりを引き起こしています。一度ずつ休憩していただいても構いません。ではさらに広げた後、右にし移動した後、左足を浮かせるというところまで意識を持っていきましょう。それでは行きます。右方向、せーの、キープしたら左足をアップ、戻ります。着地をして、反対、右足アップです。着地、戻ります。あと1往復いきましょう。せーの、左足アップ、着地、ラストです。右足アップ、戻ります。はい、結構です。以上がバランストレーニングとなっていきます。